ビョルン・ランボーグ、ビョルン・ロンボルグはデンマークの政治学者。現在はコッペンハーゲンビジネススクールの非常勤教授、コッペンハーゲン環境評価研究所の前所長。論争を巻き起こした著書、環境危機を煽ってはいけない地球環境の本当の実態で広く知られるようになった。この本の出版はデンマークや他の国々の科学コミュニティから科学的疑瞞として批判された。 この疑惑は、デンマークの政府機関により調査され、結局いかなる公的な告発も退けられた。しかし、現在もロンボルグの著作に批判的な科学者が存在する。2002年に、ロンボルグと環境評価研究所がコペンハーゲン合意を立ち上げた。コペンハーゲン合意とは、公正経済学の理論をもとにした方法論を使い、 地球規模の公正福祉に対する優先順位を模索するものである。自身が同性愛者並びに最色主義者であることを公言している。1998年、ロンボルグはデンマークの代表的な新聞であるポリティカンに環境の状況について4本の記事を掲載した。その反響は彼によると猛反発の議論を引き起こした。大都市部の主要市場で、 記事は400を超えたという。2001年、ザ・スケプティカル・エンバイロメンタリストを出版し、大きな注目を浴びることとなる。この本の主要なテーマは、それまでよく言われていた主張や、環境保護主義者の予測の多くが誇張されているという、ものだった。環境危機を煽ってはいけないの出版の後、ロンボルグは、科学的不正行為であると批判された。数人の環境科学者が、 ロンボルグに対する全部で3つの提訴を、デンマークの科学技術イノベーション賞の下にある、科学的不正に関するデンマーク委員会へ持ち込んだ。彼らは、環境危機を煽ってはいけないが、意図的な誤解を招くデータと間違った結論を含んでいると非難した。その類似した提訴のために、DCSD は、単一の調査で3ケースの調査を進めることを決定した。 2003年1月6日 DCSD は提訴に関し結論に達した。この本は科学的に不誠実であると結論できるが一方でロンボルグ本人に関してはこの分野に関しては専門知識を持っていないからとして有罪とはみなさなかった。客観的に言って問題の著作は科学的不誠実に該当するとみなされる。しかし、 恋あるいは重大な過失によってなされた主観的判断という観点では、ビョルンドンボルグの著作はこの範疇に含まれない。逆に、この著作は適切な科学的監修の基準に明らかに、反するものとみなされる。DCSD は、環境危機を煽ってはいけないに監視以下の点を断じた、データで図像データの恣意的取捨選択、意図的な統計的手法の誤解を招くしよう。 結論の解釈の歪曲表説、意図的な他人のデータの歪曲した解釈。2003年2月13日、ロンボルグは DCSD の決定について DCSD を監督する科学技術イノベーション賞に異議を申し立てた。2003年12月17日、同賞は DCSD が以下のような多くの手続き上の誤りを犯したと述べた。同賞は当件を DCSD に差し戻し、それによって環境危機を煽ってはいけないが、科学的に不誠実であるとする先の結論が誤りであると示唆した。また同省は DCSD に再調査を行うか決定するよう指導した。2004年3月12日、委員会はおそらく同様の結論に達するとの理由により、これ以上の申し立てについて、 新規の精密な調査を行わないことを公式に決定した。2日後、ハン・ロンボルグのウェブサイトを運営する環境保護活動家ケア・フォグが不服を申し立てをしたが、フォグによるとこの申し立ては2004年12月27日に却下された。ロンボルグについての当初の DCSD の決定はデンマーク科学会の請願を引き起こした。308名の科学者は 同県に関する DCSD の手続きを批判した。オランダのシンクタンク、ハイデルベルグアピールザ・ネザーランズは、ロンボルグに対する27の告発のうち25は、無根拠であるか、等を得ていないとする報告書を出した。一方のデンマークの科学者グループは、DCSD を支持する署名を集めた。この640名による署名は、医学者から自然科学者まで多岐に及び、 ノーベル科学賞受賞者のイエンススコー、元大学牧師のキエル・ MLLGRD、デンマーク工科大学のポール・ハリモス教授が参加している。2002年にロンボルグと環境アセスメント機関はコッペンハーゲン合意を出した。それは、さらなる地球的福祉のために、厚生経済学の理論をもとにした方法論を使い、優先順位をつけることを目的とするものだった。 著名な経済学者のパネラーが一連の問題を評価しランク付けるために集められた。その計画にはデンマーク政府と共同スポンサーの雑誌エコノミストからかなりの資金が供された。ロンボルグによって編集された結論、世界危機、世界的解決法を要約した本が2004年の10月にケンブリッジ大学出版局より出版された。ペルキー・ジュニア、ロジャー・ A、 When Scientists Politicize Science Making Sense of Controversy over the Skeptical Environmentalist Environmental Science and Policy 7 405-417土井10.1016 J インボシー2004.06-004オリジナルの2008年10月6日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 8 1 0 0 6 1 4 5 5 3 9 h t t p s c i e n c e p o l i c y c o l o r a d o e d u a d m i n p u b l i c a t i o n files. リソース -1621 から2 0 0 4 1 8 p d f c o u ジェイソン・ザ・マン・フー・デマンデッド・エイリカウント。ニュース・テイツマン。2007年7月24日。閲覧。バイオグラフィー。ビョルン・ランボーグ。2002年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月22日閲覧。ありがとうございます。